マセラティは自分で引きました。いや、こんなアカウントくれるはずねえじゃん。交換っすよ、交換。え？嘘ついてるだろ。お前詐欺してんだろ、なんか。俺の名前で詐欺してたっしょ。ID 追っかけてっからずっと。何をしとるんじゃ、マジで。はい、どうも、ムジコです。いやね、もうね。こう来てますよ。はい。最近ね、Twitter の DM とかから結構報告みたいな感じ来るんですけど、で、僕のね、まあ、偽物が出てると。で、結構前からちょいちょいいるんですけど、もう本当、名前とかも一緒で、まあ、アイコンも一緒で、で、なんかちょっと上げる素振りみたいなの見せてね。まあ、いろいろやってるみたいなんですかね。まあ、自分でね、個人でね、まあ、適当にね、まあ、本当はダメですけどね。実はダメなんですけど、自分でね、一人で楽しむ分にはいいんですけどね、周りをね、ちょっと巻き込んで、ちょっと迷惑かけてるようなんで、僕だとね、ほんと文字が一緒なんですよ。ムジカのスペルも。ね、こいつね、ほら、もう見た目ね、もうムジカでしょ。で、しかもね、地味に課金してんだよ。で、精鋭が10でしょ、左上のアイコン。だから、例えば、その辺のね、キッズがね、もうムジカだよ、みたいに言って、で、実際、精鋭の数値がね、2とかだったら、いや、全然課金してないやん。これ、偽物やんってなるんだけど、下手に課金しちゃってるし、公認実況者でもないから、公認専用のアイコンとかもないから、真似できるっちゃ真似できちゃうんだよね。ここ、精鋭中にして。車とかも結構持ってて、で、ワンチャン見えちゃうのね。本物っぽく。コメントくださいとかね、チュンカくださいとかね、言っちゃってる人もいたりとか。なんでね、ちょっとこいつにね、ちょっと文句言いたいんで、これ、いきなりね、僕がね、本話から言っちゃうとね、実際の悪事みたいのがね、まあ、隠してくると思うんで、一回サブアカ使って、で、こいつね、アカウント売ろうとしてんの。このアカ1万円で売りますと、売るわけねえじゃんって。どんだけ課金してると思ってんだよって、俺が。それを1万円で売ってね、終わらすとかないから。僕はしないですけど、こいつはアカウントを自分から先に送りません。欲しい人は1万円先送ってくださいみたいな。先に送らせて、で、アカウント渡すかどうかっていうの分かんないけどね。まあ、渡しないから会うんだろうけど。っていう感じでね、で、こいつにね、こんな感じでちょっとね、アカウント欲しいですってね、ちょっと近づいてみたんで、で、これ欲しいキッズのふりして、で、ちょっといろいろ聞き出していこうかなと。はい、ということでね、ちょっとね、ちょっとまま撮ろうと思ったんですけどね、都合が悪くてね、時間が経っちゃってね、でね、ちょっとこの偽物野郎に嫁ろうかと思った時にね、こんにゃく王子になってたんだよね、次は。で、マクラーレンとか持ってるからね、ほんと、これわかりづらいと思う、結構課金してるから。無事か終わりかいと。この画像とか、僕の画像なんですよ、これ。マジでこいつ、やらかしまくってるから。またね、なんか5万で売りますとか言ってるからね。フレンドもちょっとね、消されてたんだよね。これちょっともう一回友達申請して。本当に5万で売ってくれるんですか？フレ申請してます。本当にくれるんですか？金払ったら。信じられないので話確認したいですと。いや、ほんまかいなって、本当じゃないだろうけどさ。何を話せばいいって。受け取り方の詳細とか。了解来ましたね。ちょっと静かな感じで。話せない。お金はあるんですが。信じれないと、ちょっと引き継ぎの方法を直接話せって言って、いらないって言ってないです。ちゃんと欲しいので信じるか確認したいんですと。デュオとか一回行って実力を見たいです。いや、ラグいって、めちゃくちゃラグいって、どんな言い訳だよ。いいですよ。ラグいってなんだよ。濃いよ、いいから。本当にお願いします。本当に欲しいんです。 なぜそこまでって。いや、本物なら別に話すの拒否らないと思うんですよ。
ね、本当に欲しいなら普通にしたらいいじゃないですか。意味わからん。本当にくれーな、普通に。まずそもそもあなた。買い取れますって。お金ないじゃん。まあ、精鋭こっちにあんま上げてないからね。VC もできない本物。そこまで疑うなら購入しなくていいよ。どうすればお金あるって信じてくれますか。まずは、いやこいつなんむかつくな。じゃあこれマジで本当追放しよう、通報しようかな。金ありますよ。ムジカとも知り合いですし。ガキ発言。買いたいので VC で話。まあそんな VC で話すね必要性はないんだけどね。売り買いするだけなんで。あ、切られた。切ってきましたよ。例えば俺が楽器ならこんな課金できんだ。いや楽器でも課金する人はするんじゃないの。いや触れ切ってきましたね。じゃあちょっとムジカの本案家から仕掛けていきます。ここでね一回話したかったんだけどね、ちょっとだいぶ逃げるから、なんかアカウント売買とか詐欺してんじゃないのみたいな、ちょっと仕掛けて、でいやそんなこと全然してないっすよっつって、いやいやさっきさしてたじゃん、えみたいな、あれ俺だからみたいなのをやりたいんすよ。こんにちは。聞こえますか。返事してください。 VC 入れてください。ついに来たなこいつ。こんにちは。あ、本物っすか。来ちゃいますよ。え、もうほんまの引退しますよ。え、こんにゃく王子さんじゃないですか。違いますよ。ああ、偽物っすか。イエス。ああ、じゃあデュオ行きますか。なんだ、偽物か。なんでその名前にしてんすか。まあフレンドからなんかチャットして、はい、でそれをコピーしたらなんかノリで普通に解明カード2個あったんで、はい、1個か1個あったんで解明したらこうなりました。全然意味わからん。いや、ムジカさんめっちゃ動画最高っすよ。めっちゃ面白いっす、ムジカさんの動画。ありがとうございます。他誰が好きなんですか、こんにゃく王子以外。あ、別にこんにゃく王子が好きなわけではないのか。あ、まあそうですね。まあ好きな実況者さんって言ったら、はい、まあアルファ D の代表の方ですね。ああ、あえて名前を知っています。とあとムジカさんですね。いらんいらんいらん、そういうのは。いや、ガチっすガチっすよ、ムジカさん。もう上手いし。いやいや、笑っちゃってんじゃん。マジで尊敬っす、ほんまに。いや、そんな好きならこんにゃく王子じゃなくてムジカにすればよかったのに。はあ、確かに、僕も思ってますよ。あんまり仕方はわからないっす。普通に解明すればいいんじゃない。そうっすね。でも解明カードを着て、あの当たったら解明しますよ。え、なんか結構課金してそうじゃないですか。あ、まあまあしてますよ。なんでそんな金あるんですか。わからないですね。わかんないわけないでしょ、金あんの。じゃあ、あの、ムジカさんなんでなんですか。めっちゃ人に iTunes 頑張ってたじゃないですか。もう尊敬っすよ。自分で稼いでる。尊敬プレイヤー。もう尊敬プレイヤーっすね。最高っす。あ、いきますよ。え、マジ尊敬っすよ、ムジカさん。動画の編集とかも、編集とかうまいし、普通にいい人っす。やればいいじゃん、YouTube。いや、僕、したくないっすね。なんで。いや、なんとなく、なんか、伸びる気がしないっす。アップロードとかしたことないの。いや、ないっすよ、全然。はい。そうないっす。結構車とか持ってなかった。あ、まあまあ持ってますよ。でも言うてガチャ運は悪いんで。何台ぐらい。え、5、6台持ってなかった。だって。あ、はい、持ってますよ。正10でしょ、しかも。はい、そうですね。でもガチャ運は悪いんで、ガチこのデータ交換したんで、あんまりこのデータで課金してないっすね。あ、それはもらったアカウントなんだ。はい、そうですね。おお。え、だから実際このデータあんま課金してないっす。あ、じゃあいっぱい車とか当てたやつをもらったの。あ、はい、そういう感じですね。そんなのくれる人いるんだ。はい、なんかたまになんかいますよ。でも多分9割詐欺ですよ、9割。え、その人はちゃんとくれたの。はい、普通にくれました。え、タダで。この人あ、聞きます。え、そんな課金したアカウントタダでもらえないでしょ。はい、あの僕前あの交換したやつ、交換する。
交換？はい、交換です。どんなアカウントと交換したの？フェイ8ぐらいですね。フェイ8の、あの進撃コラボの10、車好き持ってました。あー、なんかのリバイル。それとその車いっぱい出たアカウント交換してくれたの、その人は。あとあとなんか進撃の銃あったじゃないですか、進撃の銃、はいはい、でなんか進撃のマントも持ってて、その方、うん、進撃のマントとか全然なかったんですよね。だからデータ交換してくれって言われたんで、うん、いつぐらいに交換したのそれ。いや結構最近ですね、2週間ぐらい前ですかね。どんぐらいしてたの？2週間。いやまあ3週間ぐらい前してね。フェアリーティールコラボの何週間前に交換してました、うん。こいつどっちだ。サッカー場行きまーす。嘘ついてる。できるできる。え、そん無理だったな。なんか微妙に話作れてるけどな。あ、ごめんなさい、知りました。あ、 RPG めっちゃ欲しいです。自分から言うやつは嫌いだ。こいつどっちだ。でも俺が見てる感じだとムジカって名前からこんにゃく王子になって、その間ないはずなんだよね。てかちょっと解明カード使う前は何だったか、絶対ムジカのはずなんだけどな。あとコメントとか突っ込んでみようか。これ終わったやばいやばい。あで行きましょう。キューマップガレージ見せて。ガレージあいいですよ。なんか前めっちゃひぼいっすよ。なんか結構さ、俺フレンドになる前からすげえ申請してこなかったわ。あー僕っすか。うん、好きなんで鬼のように。あれっすね、フレンドになってほしいなと思って。めっちゃ人脈王子。これ金コート先送りふか青ロケ5個から確率大アップって。何やってんのこれ。詐欺してんのこれ。知ってますよ。あい見てましたよ、ガレージ。めっちゃ美しいっすよねこれ。どうっすか。いやこんなガレージじゃなかったな。もっと車あったよ。あ、そうっす。でも、ありますよ。なんでこんな中途半端な感じにしてんの。いや、なんとなくです。気分っすね、いつも。フルフルにしてみて、一番最高の状態。あ、オッケーっす、オッケーっす。うわぁ。フルフルって、もう、いましたよ。すげえな。プーンうるせえんだけど。オッケーっす。秋のなんかやつなかった車さっき。あ、でも後ろに、まあ、某有名実況者のね、あの車だったり。あ、一番左後ろ。あ、そうっす。いや、じゃあ、そうっす、ピンクの車っすね。ピンクの車っす。え、これをもらったのこのアカウント。あ、そうっすね。いやでもマセラティは自分で引きました。いや、こんなアカウントくれるはずねえじゃん。でも交換っすよ、交換。そんな進撃のマントのやつと。あ、いや、進撃のジュースキンっすね。進撃のジュースキンとこんだけ車出たアカウント交換してくれるわけないでしょ。わからないですね。え、嘘ついてるだろ。いやガチっすよこれ普通に。いやこのコメントのやつは、コメントはアクセス制限したろ今。え、そうです。え、コメント見れないようにした今。してますよ。はい。なんで。いやなんとなくっすよ。お前詐欺してんだろなんか。ん、ねえ、いや分かってんだけどね全部。俺の名前で詐欺してたでしょ。アカウント売り回してやってたでしょ。 ID 追っかけてるからずっと。おでしょ。ムジカくんでしょ。あれどうやって名前、ムジカ、どうやって同じ名前したの。スペルも A500 であれよ。なんかじゃあちょっと待ってください。これいいよ普通に全部言って。別に君めっちゃ有名だったよ。なんか俺にすっげえ報告来たもん。え、多分これじゃないですか。こいつじゃないですか多分この人です。どこや。あ、ちょっと待ってくださいね。いやだって46231でしょ。46231一緒やん。こいつっすね多分。こいつ彼です。偽物。いやいや、ID 取ってやるから。ムジカの。え、マジっすか。君がムジカだった時と ID 同じだから。いいよもう嘘つかないで。だいぶ追っかけたから温存しといたんだよこのドッキリをするために。おお、さすが。でもガチ詐欺は別にしないんでしょ。しませんよ。コメントとかでそう言ってたけど、別になんか金取ってアカウント渡さないとかやってないんでしょ。してないっすよ、うん、まあ本当にしてないんだよ。いやさ、コールオブビューティーしてんす最近めっちゃ。
コールオブビューティー？何？なんかスマホに出てる。COD。あ、そうですね。しかもさ、お前さ、ここまで。YouTube でムジカのサブアカとか言ってチャンネル登録2000ぐらいまで稼いでたでしょ。あ、違います。あれですよ。なんか元から稼いでます。ふざけんなよ、お前。俺だと思って絶対登録してる人いるから。俺のサブアカだと思ってる人いるから。こんにゃく王子になってたけど。しかもあれ違法アップロードだからね、全部。バンされる。マジっすか？当たり前だよ。だって東洋コンテンツだろ、あれ。あ、一応消しておきます。お前何をしてるんじゃ、マジで。ちょ、聞いてください。しかコメント見れないやろ、すなって。 かわいすぎだろ。 ずっと見てたから。あざーす。アザースじゃないよ、お前。なんだ、さっきの。言ってるし。そんだけ車当てたアこれカウン買ったトら。と、進撃の巨人のスキンを持ってるアカウントを交換してくれるわけねえだろ。もうちょっと考えろよ、ストーリーを。ちょ、待ってください。何やね。その他のこんにゃく王子の詐欺情報はどうでもいいわ。お前の ID を追っかけてたから。じゃ、いいよ、VC で話して。こいつやで。ガチモンの詐欺師ってお前も詐欺師だろうが。あれ？いや、VC しようよ、せっかくなんだから。もう話すことないよ。いや、いいよ、そんな地味な衣装チェンジいらん。なんでそんなちょっと無課金感を予想としてる？ちょっと小声でいいから、ちょっと声を聞きたいんだけど。声のやりとりがしたいんだけど。あ、じゃあもう、出ていい？蹴っていい？わ、あいつ何なん、マジで。ちゃんとみんなに動画で謝って。大体ね、こういうやつはね、逃げていくんだよ、こうやって。謝れないんだったら、ID 公開せざるを得ない。てか、みんなもう分かってると思うけどね。割と、こいつ詐欺です、みたいな感じで来たからね。スクショで。うわ、フレンド切りやがった、あいつ。信じられんね。いや、全然謝る気ないしさ。さっきは別に、なんか俺もあえてフランクな感じで言ったけど、全然謝る気なかったからね。ちょっとこれはね、悪質だわ。結構、あ、そうだ、前のサブアカでドッキリ仕掛けたのとかも全然、ちょっと言う暇もなかったね。5万で買いますかとかずっと言ってきてたじゃん。いや、こいつはちょっと ID、載せさせてもらいますわ。いや、これはちょっとね、こういう途中でね、反省せずにね、これ、逃げるやつって、もう絶対反省しないからね。マジで。いや、最初はね、もうちょっとね、許してあげようかなと思ったんだよ。別に悪さして、本当に悪さしてなかったらね。うん。で、これめっちゃ逃げたから、やましいことがあるんだと思うよ。で、平気で嘘ついてたじゃん、途中まで。で、他のやつとか売ってきたじゃん、こいつは悪いやつです。こいつは本当に詐欺師です、みたいな。いや、それ責任逃れしようとしてるだけだからね。僕の本垢は、このサメなんで。まあね、動画を見てる人は、まあこれをね、そのままね、そっくりそのまま、この進撃の巨人のおまけとか、煙出てる銃とか、これ、バスとか、まあそっくりそのまま真似するって結構大変だから、まあ課金してる人じゃないと、むしろできない、まずできないし。あとなんかな、まあ単純に ID だよね。この ID。これは僕です。はい。詐欺。ダメだよ。